続いての話題です。米沢市のお少しな地域おこし協力隊と米沢工業高校専攻科が連携し、米沢のベニバナプロジェクトを市内外に発信するホームページを制作しました。ホームページを制作したのは米沢市のお少しな地域おこし協力隊員のキルナコトノスーことのすうさんと米高専攻科の学生3人です。 キルナーさんは協力隊の仕事として紅花プロジェクトを担当していて紅花の歴史や文化など紅花のすべてが分かるホームページを作りたくさんの人に情報発信していこうと今年4月から米子専攻科の学生3人と制作に取り掛かりました。主にキルナーさんがが文章を担当し、専攻科の学生が 写真や動画の編集を行いましたサイト名は米沢に咲く紅花米沢紅花プロジェクトで紅花のルーツなどについて書かれているほか去年の紅花祭りの様子などたくさんの写真を見ることができますまた Facebook や YouTube など SNS にリンクして にに関連した動画や情報を見るることができるようになっています今後はホームページを見てもらえるようにリンク先を増やしていくほか7月に行われる最上川源流米沢紅花祭りでリアルタイムに情報発信していくということです。